じゃあこんにちは。いつの間にか半袖だぜ。あー本当だ。あ、豊さん半袖になってる。いや、やっぱお前は肩出してるよ。あ、そうです、そうです、もう暑いから。いやでもさ、はい、やっぱ自粛して自宅にいると、うん、温度を感じないね。まあ部屋は暑くなってきたなと思うけど、はい、困るね。あ、だから季節感が分からなくなるっていうことですか。そうそうそう。あ、でもね、ゴールデンウィークの期間に入ってから軒並み気温がちょっと夏日、真夏日のところが出てきたので、ちょっと今度はね、家の中にいても熱中症とかに気をつけなきゃなっていう。そうだな、うん、体調壊さないでくださいね、豊さんも。そういうので、いやいや、うん、これで体調壊したらもうどうしようもないよね。もうなんでこんな自粛してるのに体調壊すんだろうってなっちゃいますね。体調はいいんだけどさ、はい、なんか心の方が崩壊になってくるよね。わかります。心が破綻するというかさ、精神的なね。頑張りましょうね。そうですね、もうちょっと頑張りましょう。あのよくほらベストコンビとかあるじゃないですか。豊さん、このコンビ、あの相性占ってもらっていいって言われたじゃないですか、シューマさんに、琉球風水師の。なんで首かしげてるの。あるじゃないですか、まあね、はい、例えば野球だったらキャッチャーとピッチャーのこう女房とかね、そういうコンビとかあるじゃないですか、いろいろ。で、二遊間のコンビっていうのもよく聞くじゃないですか、野球では。二遊間のコンビな、ちょっと待ってよ、はい、はい、空気清浄機ちょっと落としたら、うるさいから。いや、やっぱりいろいろあるよね、うん、コンビっていうのはね、はい。で、そのコンビが本当両方立って初めていいものが生まれるというね、うん、はい、そのコンビっていうのはすごく大事かな。そうですよ ね、うん、はい、だからその呼吸、あうんの呼吸だったりとか、はいはい、あると思うんですけども、豊さんは、ま、あのセカンドそうだねだったので、まあ、セカンドで、はい、ショートがやっぱコロ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 変わっていったんだよね。ああ、最初山下さんに始まり、はい、まあ、堀江とか高橋正宏とか、うん、まあ、進藤とか、うん、そういうのと組んできたけど、はい、やっぱその長くコンビが構築されるとね、はい、いい味が出てくるよね。そうですよね。豊さんはどのショートの方が一番なんかやりやすかったとかあります？やりやすかったのは、うん、高橋正宏かな。あるんですね、やっぱりそういう相性っていうのが。まあ進藤も良かったけど、山下さんはね、うん、逆にうますぎて、はい、ちょっと戸惑ったことがある、こっちがね。そういうのもあるんですね。あら、うますぎてさ、こっからボール出てこないだろうっていうとこからパーンと出てくるからさ。ああ、あるんですね。まあ、でもまあ野球界でもベスト二遊間コンビ、相性つくものからいろいろありますけれども、じゃ今回はちょっと豊さんが思う球界のベスト二遊間コンビを挙げてもらいたいなと。ちょっとなんかまあベスト3でもいいですし。まあね、視聴者の人たちは、うん、あ、これだなっていうのはもう頭に描いてると思う。今回は、はい、こう見た中で、はい、対戦した中でということで、はい、まあ、ちょっと喋っていきたいと思うけどね。はい、うん、じゃあまずちょっとベスト3のうちの3位から上げてみますか。はい、3位は、はい、片岡中島。あ、西武の。西武ライオンズ。豊さん、実はちょっと私資料あるんですけれども、これちょっと2016年までの二遊間の資料なんですけれども、その中島片岡コンビは、守備率、あ、これは違いますね、はい、二遊間がワンシーズンにアウトにした数の多い順のベスト10に入ってます。10位です。いろんなプレーがこう いろいろあると思うけど、それもチーム上で、はい、うん、ゴロが多いとか打たすのがうまいとか、うん、まあ、そういうピッチャーも兼ね合ってるから、はい、まあ、そうじゃなくてコンビとしてバランスが良かったのっていうのを考えると、うん、はい、まあ、片岡中島っていうのもいい二遊間だったなって思うよね。そうですね、ちょうど2009年だから10年ぐらい前ですね。まあ、中島動きも良かったからね、まだ、はい、だから、まあ、その頃片岡もスピードあったしさ、うん、そこら辺は、あ、まあ、結構いい任務感だったのかなっていうふうにはちょっと記憶にあるけどね。あの二人
のコンビの良さってどんなところでした、豊さん印象で。やっぱりなんて言うんだろう、年も近いしさ、はい、青の呼吸があったかなっていう、そんなイメージがあるよね、うん、うん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 、だからこう気心知れてるというかさ、はい、なんかそんなイメージがすごくあったね。ああ、そうなんですね。もう女性のポイントが高い二遊間でしょうね、ここは。まあそうだろうな、うん、だと思いますよ。思ってたと思うよ。いやでしょうね、女性ファン多かったですもん、やっぱり。じゃあ続いて、はい、第2位いきましょう。2位がね、うん、やっぱりさ、うん、両方揃わなきゃいけないから結構難しいんだけど、はい、うん、堀と小坂かな。ああ、堀小坂コンビ、うん、まあお互い実力者だしさ、はい、やっぱ小坂の反応とあのスピードだよね、うんうんうん、それに堀がついていってたっていう感じなんだけど、はい、堀もそんな決して下手な選手じゃなかったし、はい、堅実なプレイヤーだったんだけど、うん、なんかこう小坂が、うん、なんかこうカバーしてたというか、やっぱりいい二遊間だったなっていうふうに思うよ。実はこの二遊間2005年の、守備率でトップなんですよ、ベスト10の中で1位だったんです。はい、堀小坂コンビ失策数が5、守備率が9、ほぼ9割9分です。まあ二遊間が組んだ時でしょ、あ、やっぱ小坂がうまかったよね。うまかったですか。うまかった。今までプロ野球見てきて、はい、打球に対しての反応が一番いいのは小坂だった。あ、そうなんですね、うん、ただね、やっぱこうクローズアップされていかないっていうのはさ、はい、コントのポジションで、うん、若干肩が弱いんだよね。はい、だからクローズアップされてないだけで、これはやっぱ守備だけに関してだったら、まあ代表的なのが宮本慎也だとかさ、うん、そういうクラスがいるわけじゃない。はい、肩が強かったら完全に並んでるからね。あ、そのぐらいいってたってことなんですね、うん、だから肩があれば、はい、もう本当にもうトップ中のトップに行けた選手だよね。おー、うん、この堀小坂コンビがじゃあ第2位ということで、はいはい、さあ第1位ですけれども、第1位に行く前にさ、これやっぱコンビを見るとさ、はい、うん、あ、ここもいいなっていうのがあるんだよ。2人いるんだよ。2組、はい、うん、1組目は菊池と田中、うん、あー、広島の、はい、だからそれまでね、その広島が優勝できないのはなんでかっていうふうに言われてたのが、はい、やっぱり大事なところでミスが出るんだよね。うん、そして優勝を逃すっていうケース、試合を落とすっていうケースがあったんだけど、はい、でもこう田中と菊池が出てきて、はい、なんかこう守備も締まるんだよね。うん、それでやっぱ3連覇につながったりだとか、この要因も兼ね備えてるから、はい、だからこのコンビもいいなと思うわけね。あ、やっぱりその二遊間コンビが締まることでチームも強くなるっていうことなんですね。やっぱセンターラインがしっかりしてるっていうのは大きいよ。そうですね。もう一つ時点、はい、田中健介と金子誠、うん、金子誠やっぱここもね、はい、なんで拍手なんだよ。いや私好きなんですよ、金子誠と田中健介のあのコンビが。金子誠はとにかく肩が強かった。健介はやっぱり守備範囲だとか読みが上手い選手だったよね。ポジショニングとか、はい、だからここら辺も時点でちょっと名前は挙げときたいなという。じゃ あ1位な。もう1位はもう、ね、もうね、うん、もう当然じゃ当然だよな。でしょうね。じゃあ発表お願いします。アライバコンビだよな。荒木優もう ここですよね。ここはね、やっぱ鉄板だよな、うん、やっぱ2人こうやって揃うっていうのも珍しいし、はい、このポジションを そっくり入れ替えた時もあるからね。ありましたね。そのぐらいこう2人とも器用な選手だったし、うん、でやっぱ試合巧者だったよね。試合巧者、試合巧者、まあ、よく野球を知ってるというかさ、だからそういう野球を2人とも感性が似てたんじゃない。
2人のうちのどっちかが違うコンビでもダメで、あの2人だったからってことなんですかね。だったからだろうな、やっぱいいコンビだよね。で、井端が言ってたじゃない、もう一度誰と組みたいかって、組んでみたいやついるかって言って、うん、言ったら、いやもう一回荒木と組みたいって言ってましたね。泣かせる話をするよね。でそのこの資料の中にもやっぱりこの洗い場コンビっていうのはやっぱ守備の精度の高さ、守備範囲の広さで8年以上にわたって、まあ、鉄壁の二遊間を築いた息の長さ、まあ、かでしかもこの間中日優勝2回を含め全て A クラス。いやだからやっぱセンターラインがしっかりしてるチームっていうのはやっぱ強いよね。そうですね、そうそうそう、やっぱりキャッチャー、うん、まあ、ピッチャーも含めてかもわからないけど、うん、はい、キャッチャー、二遊間、センターというセンターラインがしっかりしておけば、はい、やっぱそれなりのチームができるということですね。そうですよね。で、あの今豊さんが挙げてくださった番外編の2組プラス、1位から3位までのコンビ以外にも、例えばここに入っているのが守備、率でいうと、例えば、まあ、ヤクルトの土橋宮本慎也コンビであったりとか、田中裕康と川端慎吾コンビもありますし、あと例えばアウト数なんかで言うと横浜の種田石井拓郎2005年の、まあそうだね、はい、コンビなんかもありますし、ただ見るとやっぱり2000年代がほぼ占めてるんですよね、現代の方が昔よりも。まあね、はい、守備率とかいろんなことを考えると、うん、昔土のグラウンドばっかりだったじゃない。で現代っていうのはドームとか、うん、人工芝とかもうめちゃくちゃ、まあまあ今の時代っていうかもう随分先からやってんだけど、はい、まあ、だけどそういうことがやっぱ守備率も上げたりだとか、うん、まあ、ドーム球場で気象条件、はい、いろんなことを気にしないでいいという、うんうん、まあ、やりやすさっていうのも生まれてるから、昔よりはやっぱ守備率っていうのは上がってるだろうし、うん、まあ、それは当然な結果かなというふうに思うよね。確かにそうですね。うん、でもどうでしょう、ここからまあ今ね洗い場コンビっていうのがやっぱ鉄板の二遊間のコンビですけど、この先そのね洗い場コンビに並ぶような、それを超えるようなまた二遊間のコンビっていうのがね現れて出てくるといいですね。そうだね、だから2人ともレギュラーでしっかり長くコンビを組めるかどうかだよね、うん、問題はね。そうですね、2人がですもんね、1人じゃなくて、あうんの呼吸が生まれて、うん、もう流れるようにプレーができるようになる、まあ、そういうことです。そうですね、なんか、はい、あの、まあ、何、同じこと言おうと思ってました、アウト呼吸だ。皆さん、だから皆さんのコメントをね、そう待ってます。あ、いいコンビじゃないですか、ここも豊さん、はい、ありがとうございます。はい、コメント楽しみにしてます。楽しみにしてます、はい。